ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。出てみよ。あまりの忍びとなり、一族となり、里となった一族天皇は耐えることなく、なおも高まり、そして憎しみは広がる。受けてみよ。鮮やくて、かの二人をついに立ち、戦い続けた。はい。あまり熱せよ。鮮やく黙とう。やはり動きを止めるのが先決か。モクトン、モクリウの術。やはり貴様との戦いはここまで。まだな。お前は甘い。もっと俺を楽しませろ。受けてみよう。踏み込みが足りん。お前にこれを止められるか。本気で来い。出なければつまらん。かけてみよう。封じ込められると。あれは甘い。燃える。ここで戦う。森の七倉でどうするつもりだ。走れ。手を離れているだけは俺には届かない。何をしているの。
中にスサノオを。お互い温まってきた頃だ。柱魔よ、これでどうだ。やはりお前との戦いは別だ。俺とここまで対等に戦えるのはお前だけ。俺こそが忍びの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。本当の意味で打ち合わせだ。これでどうだ。やるべきはただの獣を攻撃する。強固なスサノオといえど無敵ではない。これでどうだ。
闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長、火影になることを夢見る少年、渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が、キュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように、あまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために。この世界にもはや意味はない。ここで外道魔像だと。まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。
それが俺の夢だ、バカ野郎。手の息は出た。俺のカムイは同じものかもしれない。俺が壁になる。行かせん。さらばだ。あとは同じ過程の通り、二つが同じ姿。それを突き出すのは同じ。あなたの、てめえを倒して、この戦争を終わらせる。宇宙惑星螺旋手裏剣。進化。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ、ビジューの番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間が繋がっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。オビト。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けてゆく時代。傷つけ傷つき、奪い奪われ、どこまでも続く
炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く、君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえガキ相手ってのは気にしてるな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。今が攻め時だ。すぐに行ける。やりやがる。完了だ。
ガキ風情という認識を改める必要があるわ。今が攻め時だ。すぐに行けるわ。しばい援軍が来る前に全部片付けるよ。了解。しばい数だけは多いね。疲れてきているんだ。無理もない。この数を相手にしているのだ。岩の忍びをなめるな。遅い。逃げるわ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。三。ミナトと離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、
果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた、ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい、お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したことだ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないのは今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震え上がる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この前が貴様の時に本気を出しているのに意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。
頑張れ、オビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね。カカシ、どうしてここに。まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょ。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。人手不足みたいだな。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだよ。中華すぎるてめえは。ロトルや岩山を。油断しただけだ。とはいえ、こいつら本当にただのガキじゃねえな。調子に乗るんじゃねえぜ。任せろ。このガキやっぱ手ごわいな。カカシ、大丈夫だ。この程度オビト。じゃあな。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は…オビト、お前、シャリンガンを…ここは…仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。ああ。何なんだこいつ。始まるとは全然違うじゃねえか。
生きて帰れると思うなよ。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。目障りなんだよガキども。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、木の葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビト！くそ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。
しい。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な町人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リー、ドトン、熱の転生。リー、早く捕まれ。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リーは、リーはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美教の戦い。その日、木の葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。
しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。